エルカチャンネル。はい、エルカチャンネルのショーでーす。また熊本城にやってきました。それも今回は俺一人。キリトと一緒に来る分はですね、何の問題もないんですけど、引きこもりの俺としてはですね、一人で動くっていうのがすっごい普通で嫌なんですけど、なぜそんな俺が一人でやってきたかっていうと、どうしても手に入れたいものが2つあったので、それを入手しに来ました。とりあえず行ってみましょう。嫌だな一人。エルちゃん、すいません、今日はスマホで撮ってるんですっごい手ぶれが、でも少ないかなと思ったけど、普通に人が多いですね。前回その撮影に来た時もすっごい天気良くて、熊本城バックで撮影がしたかったのに逆光になってできなかったんですよね。こんな感じで俺も逆光で真っ黒になっちゃってるでしょ。わからないっすよね。はい、そしたら目的の一つ目、お休み心、中に丸がいるはずなんで丸からもらいたいと思います。あ、おはようございます。よかった。さあ行こうって思った時に行かないと、ね、多分もう俺今日行かない。エルちゃん、そちらのやつですよね。一体お願いします。はい、ありがとうございます。このままの私でよかったです。大丈夫です。リュックに、はい、積んで行きますんで。はい、ゲットしましたよ。そうです、今回欲しかったのが加藤清正ベアっていうぬいぐるみが欲しかったんでゲットしました。これが今後役に立つことがあるんですよ。あー、でも暑い。年間パスポートが欲しくて来たんですけど、お隣の窓口で写真撮影と、あ、はい、お支払いを。わかりました。はい、こちらにご記入お願いします。はい、これと一緒に撮っても大丈夫です。はっきりするかどうかわからないんですけど、中身出します。自体が小さいんですけど、うんうん、ちょっとしか必要ないと思います。あ、本当ですか。よいしょ。あ、すいません。かわいいですね。なんかね、かわいい。間が熊本って書いてる。あ、そうです、そうです。こちらの場合じゃない。あ、今そこ下の休憩どころで。あー、ご挨拶。はい。この間教えてもらったんで。では、撮りますね。大丈夫ですか？大丈夫です。すいません。エルちゃん。ということで欲しかったのがこちらの年間パスポートですね。これで熊本城に何回でも来れます。お値段がですね1600円なので、2回来れば元が取れますよ。エルちゃん、今から天守閣の方に行きたいと思います。エルちゃん、はい、戻ってきました。途中でも言ったんですけど、今回の欲しかったお目当てのものはこちらの加藤清正ベアと熊本城の年間パスポートですね。こちらを手に入れてきました。裏にもですね、こんな感じで顔写真を撮ってデータが QR コードに入ってるみたいです。一緒にクマちゃんと撮りました。そうそう来ることもないかなとも思ったんですけど、なんかあれば今年は来てるような気がするので、手に入れてて正解かなとは思ってます。今日はここまでということで、次回もまた見てください。俺にかかってこい。